こんにちは、柴田です。今日はですね、似てるエフェクターシリーズ第2弾、音がどう違うのっていうところでですね、この SD-1 とダイナドライブをご用意させていただきました。まあ、あんまり知られてないかもしれないですけれども、このダイナドライブ DN2 ですね。実は僕大好きで結構愛用してるんですけれども、このダイナというのはですね、ダイナミクスの略で、あのピッキングの強弱やあとギターのボリュームの絞り具合によって音色が変わってくるという優れものというかですね、非常に面白いエフェクターですね。なので感情を出しやすいというかですね、ニュアンスをすごく拾ってくれるエフェクターなので重宝しております。まあ、個人的にはですね、あの90年代の J-ROCK に非常に向いているエフェクターじゃないかなと思っておりまして、なぜかというと90年代はあのアナログでのレコーディングだったので、まあアンプ、大型アンプを鳴らしてマイクで拾って、でアナログタクでレコーディングするという風な形だったんですけれども、近年はまあデジタル化が進んでおりまして、音の距離感が非常に近いですよね。90年代頃っていうのはこう膨らみがあるというか距離感がある音なので、まあそのニュアンスを非常に出しやすいエフェクターじゃないかなと思っております。一言で表現するとブーミーっていうのかどうかわからないですけど、ブーミーな感じなんですよね。まあ、それ以外に何だろう、当てはまるとしたらこう温かいというかですね、まあそんな感じなんで、まあぜひぜひですね、一度聴いていただきたいなと思います。で、使うギターは今日はですね、こちらご用意いたしました。テレキャスタイプのギターです。基本的にはリアだけでやっていきたいと思います。で、トーンはフルなんですけれども、ボリュームはちょっと強弱つけていきたいなと思っております。では音を鳴らしていきたいと思います。アンプマイクロキューブです。こんな感じの設定です。ではまずですね、ギターのボリュームフルにしておいて、スーパーオーバードライブ。こんな感じですね。まあいい歪みですね。うん。ふくよかさがわかるでしょうか。SD-1 よりもちょっとふくよかな感じがしますよね。では続いてピッキングの強弱をつけながら弾いてみたいと思います。弱めのピッキングから強いピッキングに変えていきたいと思います。うん、いい感じですね。で、ダイナドライブだと、みたいな感じですね。では続いてはギターのボリュームを若干下げて弾いてみたいと思います。D1 好きですよ。続いてダイナドライブ。よりクリーンな感じに聞こえるかと思います。ピッキングの強弱で歪み具合が変わってくると。じゃあドライブをフルにしてみましょうかね。ギターのボリュームもフルにしております。ではダイナドライブ。太いですね。厚さがあります。というふうな感じです。といった感じになりました。いかがでしたでしょうか。僕がですね、90年代の J-ROCK に向いているんじゃないかっていう理由を少し分かっていただけたんじゃないかなと思います。
この膨らみがある中にニュアンスがこうしっかりと出せて、大型アンプで鳴らしているかのような広がりというか厚さというか、非常に弾いてて心地いいエフェクターでございます。ぜひぜひですね、あんまり売ってないんですよね、今ね、販売されてないのかな、まあ、もし中古とかで見つけたらぜひぜひ試奏をしてみてください。おすすめのエフェクターです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。